大和トは水仁天皇の次の天皇である第十二代天皇の慶光天皇の第三王子で第十四代中愛天皇の父にあたります日本書紀では大和トと書かれているのでこちらの方が日本の英雄っぽいですね古事記と日本書紀では細かいところが若干違います例えば古事記では大和姫の巫女が大和トの巫に着物を渡す記述がありますが 日本書紀では省かれている。古事記では熊園長が兄弟の二人ですが、日本書紀では一人だけ白鳥の三笹が、伊勢の信濃は共通しているものの、それ以外が古事記では河内の国の式日本書紀では大和の琴引原と河内の古市の村に作られたことになっている、などなどになります。さて、大和岳の御事のまたの名を、 大のと、大和のとと言います。巫女は古事記の記述ではお兄さんを平気で殺してしまう凄まじい少年でした慶香天皇は美濃の国の宮津子の祖先である大根の巫女の娘で愛媛乙姫という少女が美しいと聞いて息子の大臼を派遣して少女らを呼び寄せようとしましたところが大臼は 少女らを父である慶光天皇に差し出さずに黙って自分が結婚して別の少女を慶光天皇に差し出しました。慶光天皇はその少女らが望んだ少女と別人であることを知り物思いにふけるばかりで少女らと結婚することもなくただただ悩んでいました。慶光天皇は大薄に言いました。どうしてお前の兄、大臼の御事は 朝夕の食事に出てこないのだ。お前から優しく悟しなさい。それから5日経っても、大臼の御事は食事に出てこないので、慶古天皇は、大臼の御事に言いました。どうしてお前の兄は長いこと出てこないのかもしかして、まだ兄に悟していないのかすると、大臼の御事は答えました。もう悟しましたよ。どう悟したのだと稽古天皇が聞きました。 すると、大臼の御事が答えました。朝、大臼の御事が、川屋に入った時に、待ち伏せして捕まえ、打ちのめし、手足を引きちぎって、むしろに包んで投げ捨てました。この番号から、大臼の御事は、父に恐れられ、疎まれてしまいます。慶公天皇の時代、九州南部は、熊祖と呼ばれる勢力が支配していました。日本書紀によると、 慶孝即位12年秋7月、熊祖がまた反撃して教会を犯すことがやまず、長考をしませんでした。とあります。慶孝天皇は、大須の御琴の武岳しく荒々しい性格を見て、西に熊祖るという者が二人いる。彼らは従わない者どもだ。お前は西に向かい、彼らを撃て。慶孝天皇は、 大和王朝と対立している熊総討伐ということで巫女の大すの巫子ことヤマトオグを派遣しましたわずかな従者も与えられなかったという記述もあるので厄介払いのつもりだったのでしょう第十一代水仁天皇の第四王女で叔母の大和姫の巫女が伊勢神宮の五木の巫子として奉仕されていたのですが大和トオはまず伊勢へ赴き 大和姫の御事とあって、女物の,の衣装を授けられました。この時彼は、いまだ少年の髪型を言う年頃でした。熊祖武の家にたどり着いてみると、その家の周囲には軍が三重に取り囲んで家を作っていました。そこで新築祝いの宴会を開くと騒いでいて、食べ物を準備していました。そこでその周辺で宴会の日を待ち、 宴会の日になると、大臼の事は少女の髪のように櫛で溶き、垂らして結んで、おばからもらった女物の,の衣装を着て、女装して美少女に化けて宴に忍び込み、熊楚武の兄弟の間に座り、お酌をしていると、二人の兄弟はすっかりのぼせ上がってしまいました。大和おぐなは主演が竹縄になるのをを見ららい、懐から探検を取り出すと、まず、 兄の熊の胸に突き立て、弟のタケルは懸命に逃げ出し、美少女姿のヤマトオグナは階段のところで追いつき、着物の背を掴むと探検をお尻に突き立てました。するとタケルが仰ぎながら言うには、その刀を動かさないでくれ、言いたいことがある。お前は誰だタケルの問いにヤマトオグナは、私は巻向くの、 ひしの宮で日本を治める大たらし彦お城明けのすめらみことの王子。名前は大和トオグのみことだ。お前たち熊祖武二人が従わず無礼だと慶公天皇は聞き殺してしまえと派遣されたのだ。誠にそうでございましょう。西の方には我々二人の他には勢いたけだけしい武勇の者はおりませぬ。しかるに 大山との国には我々二人の及びもつかぬ勇ましい方がおいでになられました。それゆえ私めから一つお名前をあなた様に献じましょう。これからは山とに並びのない武勇の人として山と岳の巫女とあなた様をお称え申し上げましょう。というわけで名前をもらった山と小船はるが言い終わると 柔らかな瓜を切るように真っ、ま、二つに切り殺しました。それでその後は、山と武の御事と名乗るようになったのです。それで山和へ帰る途中で、山の神、川の神や海峡の神を従えました。出雲の国へと入り、その主張である出雲武を殺そうと考えました。到着すると、山と武の御事は、すぐに出雲武と友人となりました。 そしてひそかにくぬぎの木で偽の刀を作りそれを身につけて出雲たけると火の川で水浴びをしました山とたけるは水浴びを終えて川より上がり出雲たけるが解いて置いておいた刀を取り刀を取り替えようと言いました出雲たけるは川から上がり山とたけるの巫事の偽物の刀を身につけました山とたけるの巫事は さあ、刀を合わせよう、と戦いを申し出ました。出雲たけるは刀を抜こうとしましたが、刀が偽物だったので抜けませんでした。山とたけるは刀を抜き、出雲たけるを切り殺し、そして歌を歌いました。やつめさす、出雲たけるが、はける刀、つづらさはまき、さみなしにあわれ、歌の役、 出雲武が身につけていた刀は竿に鶴がたくさん巻いてあって派手なんだが刃がなくては意味がないおかしいなあそして大和尊の子事は出雲を平定し大和に帰って報告をしました慶子天皇が大和尊信事におっしゃられるには東の方の12カ国にはまだ荒々しく凄まじい神々朝廷に服しない者どもが大勢いる お前は行って、この者どもを平定してこい。そして、吉備の尾身の祖先の美月智美武彦を、大和武タケルノ・につけて派遣しました。このとき、ヒイでできたヤ広ロ・ホを授けました。大和武タケルノ・は、仕方なく東に向かうのですが、途中で伊勢に立ち寄りました。大和武タケルノ・は、大和姫の巫事に、 天皇は私のことを早く死ねばいいとでも思っていられるのでしょうか。西の熊荘を打ち、大和へ戻ってきたと思ったら、間を置かずに、兵士もつけずに、今度は東方十二カ国の者どもを退治してこいと仰せられる。天皇は私のことを早く死ねばいいと思っておられるのでしょうか。と、男泣きに泣きました。大和姫の巫事は心を痛め、八田の鏡と共に、 伊勢神宮に納められていたスサノオがマタのオロチの尾から取り出し天照大神に奉納した雨のク雲の剣を取り出しノミコトに授けましたさらにもし危険になったら袋を開けなさいと告げて袋を一つ与えましたその後ノミコトは尾張国へ入りました尾張国の宮津子の祖である 宮津姫の家に入りました古代日本では女性の地位が高かったということでしょうか大和るの御事はすぐに結婚しようと思ったのですが東国を平定して帰ってきた時に結婚しようと思いましたそこで宮津姫と結婚の約束だけして東国へ向かいことごとく三賀の荒ぶる神々と従わない人間たちを平定していきました 山と岳の御事が古事記では相模の国、日本書紀では駿河の国へ到着しました。国の宮津子は山と岳の御事を騙して、この野の中に大沼があります。沼に住んでいる神は乱暴な神です。と言いました。山と岳の御事はその神を見ようと野に入りました。すると国の宮津子は野原に火をつけ、 周囲を火で囲まれてしまった大和尊の御事は騙されたと悟りました。おばの大和姫の御事からもらった袋を開けてみると火打ち石がありました。そこで、まず雨の村雲の剣で草を刈り周囲の草を払い火打ち石で刈り取った草に火をつけ燃え迫ってくる火に対して迎え火をして火の勢いを弱めることに成功しました。というわけで 雨の村雲の剣が草をなぎ払うことで、山と竹の御事の命を救ったということで、草なぎの剣と呼ばれるようになったのでした。山と竹の御事は、無事に火のついた野から脱出し、国の宮津子を切り殺しました。それ以降、その土地を焼津と言います。山と竹の御事は、まだまだ東に向かいました。焼津から三浦半島に進み、 相模から上房の国、つまりは千葉県に入るべく浦賀海峡を渡ろうとしました。日本書紀によると、これは小さな海だ、飛び上がることで渡れるだろうとあるので、当初は穏やかだったのでしょう。が、海峡の神が荒波を起こし、先へ進むことができなくなってしまいました。そこで山と岳の御事に突き従っていた、 ほずみのうじのおしのすくねの娘で、きさきのおとたちばなの御ことが、今、風が起き、波が速くて、み船が沈みそうになっています。これは必ずわだつみの仕業です。願わくば、癒やしい私の身を王の命に変えて、海に入りましょう。と言いました。古事記では、私が王子の代わりに、 海に身を投げましょう。王子は、東国を平定するという任務をどうか成し遂げて、大和にお帰りください。と言っています。音立花姫の御琴は、海に入るときに、菅畳、川畳、絹畳を重ねて、波の上に敷き、その上に乗りました。音立花の姫が、畳のいかだに乗ると、荒波は穏やかになって、 山と竹の御子の船は進むことができました。その時、音立花姫の御子が歌った歌が、さねさし、佐賀武の斧に、燃ゆる火の、ほなかに立ちて、といし君はも。歌の役、佐賀武の野原に燃える炎、その炎の中に立って、私の安否を問うた夫よ。それから7日後、音立花姫の御子の櫛が、 海岸に流れ着きました大和武の御事はその櫛を手に取って墓を作りその中に収めましたちなみに千葉県には袖ヶ浦という地名がありますが音立花姫の着物の裾が流れ着いたという伝説から名付けられたものと言われています